彼は東京新潟間を行き交う深夜バスの運転手。東京には再婚を考えている恋人。踏み込んで壊れるくらいなら今のままでいい。新潟には東京から舞い戻ってきた息子と、いつまでいるんだ。夢と結婚の狭間で悩む娘がいる。お父さんは何も言わない。見て見ぬふりばっかり。お前だって肝心なことは何にも話さないだろ。16年ぶりに再会した元妻は、今父が入院してるの。なんで今さら父さんとくっついてるの。あやな、慣れ慣れしく呼ばないでよ。お前もうそんなに親が許せないか。遠回しに嫌味言われるのはこりごりだよ。一番いてほしい時にいないで、どうして今さらここにいるの。逃げんのか。あの時俺が何も言わなかったら、母さん彩菜だけは連れてったんじゃないかな。東京では頑張ってる。父さん何にも知らなかったよ。白鳥は家族で飛ぶんだ。白鳥にだってできるのに、どうして人はうまくやれないんだろうね。どうして再婚したんだ。寂しかったから。どうして再婚しなかったの。寂しくなかったから。元奥さんってことですか。これから先君に与えられるものよりも、奪い取ってしまうものの方がはるかに。一人にしないで。男親は奥義の要だ。バラバラになりそうな家族を一点で支えてるんだ。ミッドナイトバス。